30秒。ファンキーのマイクだな。始まるよ、久しぶりだな。はい、じゃあ行くよ。はい、どうぞ。はい、どうも。はい、こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、久しぶりの。1ヶ月ぶりにね。1ヶ月ぶりに。帰ってきました。初めて君と喋ったのショート。はい、マーボです。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。関さんも久しぶりです。1ヶ月ぶりですね。1ヶ月ぶり。すいません、これはね、あ、シュプリームさんからコメントが早速、クニチャーさんも、クニチャーさんサボりだね、かつ、すいません、クニチャーさん来たよ、ありがとうございます。おシュプリームさん、パンチドランカーパンチドランカーだな、まあ、確かに俺、パンチドランカーではないですよ、うん、でも、ま、今日迎えた時に、ショーが来てすぐ言ってたんだけど、リベンジするって言ってたからね。言ってないからね。違う、すぐもう一回リベンジするみたいなんで、また期待してくださいね。マーボー、イラナミさん、こんばんは。アダムとイボです。お久しぶりで。いや、久しぶりですね。はい、すいません、今回はもう8月12日から急遽宮古島に仕事で帰ることになって、うん、今日飛行機で帰ってきて、ここに来ました。今日帰ってきたんだな。いや、今日帰ってきて。はい、そうですね、クリアさん、すいません。休むときは前もってちょっと。ありがとうございます。いきなり休むからな、うん、俺も来月休みするからな。俺はもう正規たりすぐ、その時ぐらいに言うから。確かに申し訳ないです。帰ってこれました。帰ってきました、うん。もうないのかと思って俺。いやいや、それはないだろ。まあ、ありがたいことにお互いなんか忙しくさせてもらっていて。うん、ま、確かにね。クニチャーさん、眠いのに聞いてるんだよ。すいません。聞かないですよ。じゃあ、お前、どんな言い方かよ。まあ、まあ、聞く価値があるようなラジオに、ね、はい、なっていけば。お互い、よろしくお願いします。いいことで。二人とも忙しくしてるらしく、はい、まあ、ほぼ今日に会うまで1ヶ月近くマーボーと連絡取ることもなかったんで、うん、確かに、まあどんなもんかわからないですけど、ね、あ、やばい、ね、マイクがやる気ないみたいですね。違う違う、マイクがやる気ないみたいです。早く直してラジオの人に伝わらないから。そうですね、うん、すいません、マイクちょっとトラブルがあって、はい、いつものスタイルに戻しましたね。これでね、よし。で、8月12日から宮古島に帰ってき、今日帰ってきて、うん、来たんですけど、12からか。私たちの地元宮古島は、はい、相当変わってきてますよ。そんなに変わってますね。最近は帰ったか、まあ、でもまあちょっと前帰ったか、1ヶ月前ぐらい、お前もちょうど帰ったぐらいじゃん、うん。一応まあ変わってきてるよな。変わってきてますね。じゃあだいぶ変わってきてるよな、一応。人がね、人も多くなりましたし、うん、あとやっぱりあの仕事的な話になると、うん、今回帰ったのが今、ちょくちょくは話してるんですけど、まあ、今自分で、まあ、小さいながら会社やって、うん、宮古島に今民宿1軒目をオープンして、うん、で今2軒目の準備があるので、うん、今回帰ることになって、この業者さんとかを探しに行ったりしないといけないとかで、うん、知事が習近平になって、習近平になってないです。大丈夫です。いじるな、いじるな、まだいじるな、まだまだ早いです。なので、うん、行って、うん、もうどこでもホテル建ってるし、確かにね、いろんなものが建ってるから、うん、内装屋さん、うん、リフォーム屋さんがいなくて、うん、もうほぼ1ヶ月ぐらい、あ、今1ヶ月近くいましたけど、うん、やっと見つけてお願いしたんですけど、うん、はい、なかなかこの連絡も取れないし、うんうん、まあ、忙しいからね、確かに、いろんな現場もある中、ちょっと無理くりお願いして見積もり来てもらってとか、ね、やってる中、うん、もういろんな場所にいろんなものがあるからね、人がもういっぱいいますね、やっぱ、はい、船がやっぱり来てるんで。確かに、あれ週に何回くらい、2回だった、2回か3回ぐらい、3回ぐらい来るんだよな。そうです、クニチャーさん、金の匂いが、ホテルっていうよりは、ま、なんか
古民家改装してまた2軒目の民宿って感じなんですけど、うん、そうやっぱりいい、ね、海外の人とかもいっぱい来るから、うん、普通にあれあの上半身裸でマックスバリの中歩いてる外人とかいるかっこいいなと思って普通に かっこいいからできるけど外人ってすごいよな。すごいすごい、その辺はなんか普通だよ、うん、確かに。あともう水着か何か下着か分からないので歩いてる人とか来てるやつ。そうそうそう、確かにね。最近俺あの前行った時に、はい、あの裸だったらあのコインランドリー行ったわけよ。裸だったらって俺今裸トークじゃないから。違うよ、裸だったらあのコインランドリーに行ったわけさ俺が、うん、したら割れデブの外人とアメリカ人みたいなとめっちゃマッチョな外人が2人上半身裸で待ってるわけコインランドリーは多分旅行に来たんじゃん。めっちゃいい感じだったけどな。それ回してるよな誰。そうそうそう、最後の1枚でさえもう回そうっていう感じじゃん。めっちゃいい感じだったよ。それでなんかテレビ電話したね外人めっちゃ笑ってして。やっぱなんか文化が違えば、うん、やっぱり俺は結構、うん、なんていう、やっぱり、好き嫌い分かれるというか、うん、やっぱあれさ、うん、汚く使うとかさ、うんうんうん、やっぱり汚、あ、汚ってやっぱなってる時もあるわけよ、うん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 、あ、汚ってまあね、あれ、ゴミ箱って書いてあるけど どこに捨てたの。確かに確かに。だけどなんか俺は結構、うん、あのそういうところに関しては別に、うん、何とももないというか、うん、あ、文化の違いから、みたいな、うん、あ、だからなんか、だけどいろんなところにやっぱ行くと、うん、やっぱりいろん、まあマックスバリューぐらいに行くと、うん、まあ大きいさイオン系列、うん、昨日は一番の正統派下ネタ番組なのに、うん、リスナー離れ、すいません、うん、一応下ネタ番組、まあまあ下マオボーが8割下ネタ番組にしてますけど、ちょいちょい出しますから待ってて、いや出てないですよ、欲しがりなんだからもうすぐそうやって持ってこするからね。で、まあイオンとかさ、うん、なんていう、そういうがっつりちゃんとホテル系とかだってさ、うんうん、多分パソコンうまく使える人とかもいるからさ、うん、トイレの案内とか、あ、張り出しとか張り紙とかも上手じゃん、うんうん、ここは人も分かるように、ね、駐車スペースじゃないのでとか、うん、ここはバスが通るのでとかってもう全部分かるようにうん、うん、ここはレジじゃないです、うん、セルフレジなんで気をつけてくださいとか書いてるんだけど、うん、やっぱ食堂とかはさ、うん、苦手なりに頑張ろうとしてるわけじゃん、うん、おばあなんかは手書きで、うん、そしたら、うん、やっぱ食堂行ってトイレ行ったら、うん、流さないでくださいって書いてあるわけ。流さないでください、多分あれをじゃん、もの、あ、流さないでくださいしか書いてないってこと。そう、流さないでください、何をとか書いてない。そうそうそう普通はここに何々を流さないでくださいだら分かるけど、もうだから分かるよ、やり、分かる、やりたいこと分かるさ、言いたいこと分かる、もうちょいなんだな、そう、もうちょいさ、そういうことね。そうそうそう、でここに、うん、まあ、うんこ以外は流さないでくださいって書いてあるさ、うん、丁寧にね、うん、で一応あれも書いてある、何、中国語的な韓国語的なのでうんこみたいなのはふんみたいなので書いてあるんだけど、だから、うんこ以外流さないから、うん、紙が隣のゴミ箱にてんこ盛りになってる。浮いたやつ、浮いたやつが生まれ嫌だな、それ。そうそう、だから、まあ、一応頑張ってる、みんな受け入れながら、うんうんうん、受け入れの体制とかは頑張ってるんだなと思って、まあ、一応そのやっぱり観光協会とかもそうだけど、うん、まあ、観光課とかもそうだけど、やっぱりかなりこの海外の人とか、うん、留学経験者とかを、うん、まあいい給料でこう働かして船が来た時に迎えに行って、あ、まあ、アテンドしたりこっちですよってやったりとか、うんうん、っていうのをやってるらしくて、うん、だけどもやっぱり無理さ、普通の人には、多分島民はもう追いついてないわけ。ああ、そういうことね。受け入れたりとかもずっと追いついてない、確かに。おばさんなんかとか、うんうんうん、だから何気よって感じだった。そうそう、だからもうあっちがめっちゃ行ってくるんだけど、うん、まあ、俺も全然英語苦手、頭悪いから、うん、あれなんだけど、うん、これいくらなのみたいな、うんうんうん、これからのとか言うさ、うん、ハウマッチみたいなの言ってるよ、うんうん、で俺はまあ後ろで待ってるから、うん、まあしゃしゃってもいけないし、間違ってたら怖いなと思って、うん、でそしたらもう都のおばさんすごいから、うん、あ
って言って、うん、持ってる財布をパッて取って、うん、その中から1000円を取って出すぞ1000円を取って1000円取ってその分のお釣りを払うわけ。凄まじいな、それでも。それは凄まじくね。だからまあ結構結構ね、うん、まあそこ難しいさ。だってお前、まあね、逆に自分が50とかさ40号とかぐらいになって、うん、いきなり住んでた町が、うん、ありえないぐらい発展してきて、まあ、確かに全然知らない人って言ったら知ってるけど、海外の人とか言葉が通じない人が来て、もう iPhone とか出てきたかと思ったら次はここにも行かないといけないかっていう確かにね、やっぱり大変そうだなって思ってますけど、うん、俺らも実際一回あの全くもう日本語は喋れない、うん、なんかフランスとかそういう系から来るっていう人たちとか来ましたけど、うん、まあ俺らも iPhone あるから、あ、それで会話もうなんとか Google の翻訳で、ね、なんかこれに打ってください英語みたいな、うん、したら打ってくれてとかでなんとか対応できたけど、うん、やっぱり言葉の壁っていうのはね、確かにな、結構大きい部分がそれはあるだろうな、マジで。で LINE にも来るでしょ、 LINE とか、まあ、お店っていうかその来る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 、全然来る。でもそんな多くはないけど、このでもあっちの人なんかはなんか飯食うか買い物するかのどっちからしようけ、この来てる理由、はいはいはい、で観光もまあ中にはいるみたいだけどちょっとぐらい、本当にそうで、なんか爆買いはもう終わったらしい。ああもう終わりなんだ。爆買い前まではなんか爆買いみたいなあったさ、うん、あれはもう今終わったって今、で今はこのなんか飯を食いに来たりとか、あグルメに、そうそうそうとか、まあもの、まあちょっと物が欲しいとかさ、うん、とかが何が違うんだっけ、税金がかかるんだった、免税、ああそうそう免税とかでこっちで買った方が安く買えたりとかするから、その物をだからあれが多いらしい、この一回来てドーンじゃなくて頻繁に来て、そうこれを買ったからまたこれ買ってこ、これ買ってこみたいなのが多いからって言ってたけど、シュプリームさんの通りですね、今爆食い、要はグルメ的なものがやっぱりね、爆食い、確かに、ね、爆食い、そう爆食いっていう、ね、爆食いになってるんだね。しかもすごいよな、マジあのラーメンあるさ、あっちの国際通り、はいはい、国際通りのダンボッシュののところの並びだね、ダンボってあるんだけど、ダンボは相当並んでるでしょ、あっちマジずーっと並んでるからね。あれ東京で言ったら一蘭みたいな感じだっけよ。一蘭は何、外人があんないっぱい出る、あっちも一蘭もやばくて、一蘭今ニューヨークとかでも出してめっちゃ成功してるんだけど、うんうんうん、なんて言うんだろうな、あのインスタグラムとかって、うん、あの韓国とか中国の人って漢字じゃん、うんうんうん、だからあの食べに行った時にダンボって打てるってハッシュタグとかで、うんうんうん、一蘭とか、だからそれで行った時にこう自然じゃん、行ったら、うんうんうん、難しい日本語で書いてあるところに行ってないから、だからそういう感じのラーメン屋みたいなのとかは、うん、結構バーンっていきなり当たって受けたりする、うん、ああそういうこと、馴染みやすいの、 SNS に載せやすい、そう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 、だから結局 SNS にさえ拾ってもらったらまあね、うん、今の時代はなんとか、確かに見るしな、うん、なんかそういうのだから、あとなんていう、あ今からリトルちゃんの池袋まで火鍋を食べに行ってきます。あリトルちゃんなんて、うん、俺いや池袋に、池袋もその、うん、多いんで、あ外人、そうそう、俺池袋、シュプリームさんその池袋に住んでたんで、あそっかそっか、そう19から24とか3ぐらいまで住んでたんだけど、うん、多いし、俺が行った時は俺の家の近く、まあ来たことあるじゃん、うん、東側じゃないさ俺らって、西池袋って言って口、何口みたいな、そうそう、あの東側とかじゃなくて、うんうんうん、ちょっとディープな感じのとこじゃん、うん、西口、確かに西口公園とか、ちょっと入ったらで北口とかはもうちょっとその風俗とかもあるようなとこだってさ、うん、俺は西口側のでその時さえもやっぱ俺の家の近くで、うん、なんて言うんだろうな、そのマフィア的な、うん、中国のそういう人たちで一人撃たれたみたいなのあった。俺そのホテルの下モーニングうまいって言ってた頃ちょくちょく行ってたんだけど、そこでみたいな、はあ、池袋もなんか多くなってきてるらしくて、まあ人が入ってくるとね、なんかごちゃごちゃするのはもうしょうがないというか、ジャッキーチェンとかもいるのかな、じゃあバリンバリンみたいなガシャンガシャン、 いないでしょ、お前映画って言ってるさ、映画だよ映画って言ってるから子供かよお前、小学生みたいなこと言うね、ザラー滑ったからさそうそう、だからそういうのはね
あ、そうです、プリンさん、西口は立教の方ですね。立教よりちょっと内側の方ですけど、金目町と西口の間ぐらいです。でも怖いよな、お前の家の住んでた家らへんって怖かったよな、夜。うん、確かに静かなところ。ちょっと中に入ったらもうめっちゃ都会なのに、ちょっと入ったらなんか、そう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 、めっちゃ静かだし、一個セブンイレブンがあって殺されそうだよな。お前、俺ヤバいところに住んでるみたいな。そんなことない。結構みんなあれって入って落ち着いてるからいいって言って借りる人多いんだから。あっち逆に怖かったけどな、マジあっちいつも。なんかやっぱりだけど、何年間かも住んでたけど、うん、別になんて言うんだろう、ヤバいことって一回も起きたことなくて、誰かに絡まれたとかもほとんど池袋、まあちょくちょくはあるけど、別にあーとか言って普通に振り払えば、別に振り払うほどでもないぐらい、無視すれば特に絡んでくる、酔っ払ってたりするし。だけど俺、池袋のマンションの102に住んでたんだけど、101の人は見たことあるんだけど、あれは完全だね。ちょっとやばい匂いする。やばいやつ、うん、で、あくんちゃんさん、お風呂があるのはどっち？お風呂の方は西口とか北口の方ですね。ああ、お風呂ってあるね。そう、エロい店が、うん、チンチンとかを洗うやつ。お前、大体大人なんだからお風呂でわかるさ。なんでそこでいちいちチンチン出す？どっちのお風呂かなと思って、っ銭湯かなと思って、普通。いや、ないないない、うん、そうそう、まあ、銭湯もあったけど確かに確かに、あの辺ね。くんちゃんさんはね、眠たくない、これは。舐めてくれるって言ってるからこれは眠たい人が言う発言じゃないから。確かに、舐めてくれるところね、西口ね、いいよね、西口です、いいよね。誰かお前友達と喋ってるんじゃないから。最近行ってないね、全然。知らないよ、お前のそのその風俗情報は。本当に最近全然行ってないね。最近忙しいから行けてない。顔出せてないね。だから自分みたいな行くとしてるけど、行けてないとか。そうそう、確かに顔出さんといけんよね。だから、そうそう、それで戻るけど、やっぱり、うん、隣の人は、うん、急に家帰ってきたら、あの防火窓みたいなのあるさ、隣のベランダがなんかそう突き破っていくみたいな、あれがなんか突き破られてた。一回だから俺のところから101に行けるわけ。マジそれで、あ、何かなと思って。やばくね、それ。だけど俺の友達もさ、うん、まあファンキーなやつらだったから、だからいきなり、やりそうだよな、一応。そうそう、やりそうだ、いきなり友達2人、うん、酒飲んでたわけさ、3人で。で、俺の家ってなんかそういうので実験とかに使われるか分かんないけど、どんだけ噂が流れてて、うん、俺の実家ってさ、うん、昔高校の時とかみんな集まって飲んで、うん、まあ時効だからけどさ、うん、まあ、遊んだりしててもさ、うん、どんな騒いでもさ、なんかなかったな、そう、通報とかクレームとかなかったじゃん、マジで。で、だから生姜住むところは、うん、なんか生姜引っ越し前にクレームがあるって、うん、クレームがないために全員回ってるみたいなのを、うん、まあ、亀ってやつが言い出したわけ、うん、お前が、あ、そう、寝回ししてるからうるさくなると思いますけどって。西川口、西はいいのか、うん、西川口は眠るってなんすか。西日本舐めるってことじゃん。え、亀もなんかエロく言わないでくださいよ。木って読むんじゃない、これは。いや、木それは亀だけで、木って読むんじゃない、いいよ、これは。次なんか一文字どうせあれが来るだろ。木頭、うん、眠るっていう、舐めることかな、舐めること、眠るって言いそうじゃん。いい、舐めるか眠るっぽいんじゃん。いいよ、別に、うん、してして。それで、うん、したらいきなり俺サッカーとかしてるじゃん。うん、そうそう、フットサルね、フットサル。だからボールとかがいっぱいあったわけさ、うんうん、して相当論で、うん、俺の家一応家の中、俺がタバコ吸わないから禁煙だから外で吸わしてて、うん、そしたら急にガシャーンってなったわけ、うんうん、でゴールとかイエーイとか聞こえてるんですよ。バッて開けたらめっちゃまあまあ狭いぐらいのベランダで、うん、サッカーやってるわけよ。本気の夜中3時ぐらいにやばーなって、うん、その時のやつかなと思ったわけよ、うんうん、その時破れたのかなって、うんうんうん、まあ一応その俺もほったらかしにしててパッて見たらいつの日か繋がってて、うん、したらなんて言うんだろうね、電線とかさ、うん、あるさ。電線って電線どっか電線とかって高く売れるっていう話聞いたことある。電線ったら電線な、線
なんかワイヤーとか鉄とか、うん、で、うん、後藤真希の弟ってそういうの盗んで捕まったさ昔。そうなんだ。そうそうそう、うん、結構高く売れるんですよね、ああいうのって。工事現場とかから泥棒に遭うのは一番そういうワイヤーだったりとか。あ、それを盗んで売ってるとの場じゃないかなっていうぐらいの量がてんこ盛りあるわけ、もうベランダいっぱい。あ、その隣開けたら隣、ね、その隣の部屋にそう。あ、そういうこと。そうそう、うわーと思ってて、うん、まあ気になってて、まあ別にいいやと思って、うん、でそのなんか怖いさ、うん、で、会ったら、うん、会ったらなんかちょっとごつい目の人が、うん、あの昼なのに、うん、あの上下ワイシャツと、うん、全部綺麗なスーツつけて、うん、俺が、あ、別に、おはようございますって言ったら、うん、うっすって言うたよそれからちょっと騒ぎづらくなった。そっちだね。くんちゃんさん、今5人しか見てないよ。そうなんですよ、5人。なんか言い方がじゃあ5人もですか。今5人も見てるだから今。だけど上見て。うん、なんて実力的に。それと50人って言ってほしかった。5って言うんであれば。30人もそんなだろ。まあちょっと1ヶ月休んでしまった俺らがあるしね、うん、ちょっと徐々にね、うん、徐々に徐々に。いやいや、いいよそれ、うん、絶対言うと思ったけど確かにだから全然騒いでも大丈夫という、うん、確かにな、騒いでもめっちゃ良かったよな、うん、楽しかったなぁ。しおりさん、コンテナ横にありたいです。あ、コンテナ横にあと1枚くれれば、うんうん、なんか延長みたいなのができるんで、うん、あ、俺は俺コンテニュー、はい、コンテニュー、はい、コンテニュー。俺らってちょっとこれラジオなのにツイキャスにしかツイキャスだけに向けてるみたいだったけど、ダメだね。直で見るのこっちだからね。そうそう、確かにね。けどマジで、そう、それでね、そう、何の話だったっけこれ。あの中国からのなんか池袋があれになってるってやつで。でも確かに、いや、逆になんか拍手じゃないっすよ。コンテナ横してくださいよ。めちゃ上手に上手にボケてるじゃないですか。ちょっと喉乾いたな。ちょっと喉乾いたな。これそんな感じでいけるのか。いやから、ちょっと喉乾いたな。来るかな、来るかな。ということでね、ちょっとお茶が来た。ちょっと待ってよ。いいよ、おいしかったです。おいしかったです。ラジオ聞いてる方々に向けにはね、一応説明すると誰も聞いてないんだな。ここでも5人なんだから。そっかそっかそっか。パチパチいいですよ。確かにね。そうそう、まあちょっと一旦落ち着いたところで、うん、一旦 CM に行きたいと思います。キュルモチ。イオンとかしか儲かってないんだろうか。ガッポリガッポリして。ああ、そうなんだ。イオンしかいないよ、人。イオンと、ドンキか。大型店のが。3A はや、しかも入れてないんだろ。あ、そうなの？わからん。シュプリームさんがくれましたよ。コインを2枚も。ありがとうございます。このコインっていうのは、うん、現金かできないわ。シブリムさん、山手線の中で拭いたわって、うん、いや、今のは面白かった、うん、ナイスプレーだったね、本当に。はい、帰ってきましたけどね。帰ってきました。はい、シブリムさん、ありがとうございます。これで俺らが延長ボタン押さないで済むという手間がちょっと、うん、あー、助かるー。クリンちゃんさん、おしゃれな入れ方するね。これは1枚貯金しとこう。うん、貯金。来週に貯金しとこう。来週にはできないです。できんか。前一回54枚溜まってるって奇跡みたいなのが起きたからな。前の番組人気者すぎるだろう。ずっと喋らないといけなかった。誕生日でもあったのかな。何に使えるかこれ。まあすいません、ラジオ聞いてる方もいると思うんで、はい、ツイキャスっていうのでも配信をしていて、はい、そっちでもね、そっち見てくれればね。そっちはちょっと映像もあるんで。何かね、でも見ながらいろいろ何かあることね、はい、797@fmginoa.com までね。メールの方どしどし、やってください。
素人今日初めて、はい、メールやってください、はい、まあ確かに、うん、でも変わらないでほしいね、いや変わる、ちょっと、ちょっと、村上さん、嫁がいなければ池袋で延長するのに、ケンさん、麻婆やるね、ありがとうございます、助かります、助かるって、助かります、簡単、簡単、まあ、そうで、うん、まあ、一応、この、まあ、5人、多分5人の人は、このラジオ聞くの初めてじゃなくて、もう俺らを知ってるって、うん、で、去っていった11人の方は、あの初めてで嫌な感じで去っていったのか分かんないですけど、うん、後悔するんだろうね。そうそう、俺らが人気になった時はい、6人、はい、6人、はい、6人、煽ったら6人になった、はい、6人、嫁はいつ来るの嫁だ、俺らの嫁は来ないですけど、うん、嫁はまあ来ないですよ、まあ、6人17人か。まあね、さっき国田さんが言ってる実力的だよな、うん、30人だからな、うん、自信持って確かに何も落ち込むことはないよこれ。そうで、お、あ、麻婆の嫁はいつ来るのって、どこに、どこにですか、こっちに、ラジオ出演もうないわ来ねえわ来ないってことですね、うん、来ません。お母さんは来ます、麻婆のお母さんはタイミングがやばタイミングがやばそんなサクッと来るさ、ぜひあの呼ぼうと思います。そうですね、お母はね確かに。そうそう、で、まあ、6人の中6人の人は、うん、いや、なんかいやーか、こいつら課長面白いですよ最近言ったら俺相撲取ろうって言われましたから今度 LINE 教えてもらおうかな、くんちゃんさんとも。え、なんで直接やり取りしたら、多分これ LINE で、はい、LINE でやり取りした方がいい、多分これラジオを通してやることではないな、確かに白井さん、うわー、隣の席にタイガーバームシュー半端ない女が座りやがった、くっせータイガーバームってなんだろう、飲み物、あ、なんか匂いのやつかも、ちょっと調べてみます。タイガーバームシューっていうか、もう炭酸じゃない、炭酸、超オルナミンシー的な匂いじゃないこれ。違うって、あ、あー、にタイガー、シンガポール土産の定番タイガーバームわからねあ、なんかマッサージするようによくすり込みますって書いてるから、あー、だからエッチなやつってことか。違うでしょ、川柳はやらない、川柳もやりますよ、川柳やらないでしょ悩み相談はやってるけど川柳はやったことない、川柳のコーナーやってくれ、じゃあ若干川柳のコーナーやってる、川柳のコーナー、川柳ってあるでしょ、あの五七五って俳句じゃん、川柳ってなんじゃ、そういう系、そういう系、そういう系よね、川柳は五七五、五七五だね、うん、大丈夫だ、五七五、川柳もやりますよ全然。じゃあやっぱり夏ということで、はい、うん、夏の川柳をちょっと聞きたいですね、はい、じゃあいいですか、サラリーマン川柳みたいなのも面白いですけど、はい、じゃあサラリーマン川柳ちょっとネットのやつを一個紹介する、うん、どんなのかっていうのね、はい、居場所なし、はい、ルンバにさえも邪魔にされ、ちょっと寂しいやつですねサラリーマンね、こんな頑張ってるのにサラリーマン頑張ってる、次、はい、パパにだと言われ泣き出す我が娘、はい、無理だって俺らには、ケチャップみたいな匂いが半端ない、この匂いだけでフランクフルト日本を分けるいやもうそれは気に入ってますよ、 その匂い、じゃあいい女ってことなんだね、くっせーって言ってるけども、なんでお前ケチャップの匂いっていい女じゃないだろケチャップの匂いする女って多分いい女じゃないでしょ絶対、ケチャップの女か、嫌だな嫌だね、うん、あれだな、隣にマスタードの匂いがつけばホットドッグバッチリじゃん、もうバッチリだな、うん、指加えとけばもうちょうどでしょちょうどって、あ、全然今関係ない話題になるんですけど、うん、あのそれはやめようよじゃん、なんでか大体そういうラジオだろ俺らって、はい、最近さ、はい、なんて言うんだろう、うん、スポーツ系のさ、うん、問題がさ、うん、どんどん表に出てきてるわけじゃん、体操、体操とかもそうだし、最近の体操もそうだし、好き好き、俺も好き好き好き、うん、俺もスポーツやってたからさ、うん、好き好き、あれさ体操ね、で一番最初多分始まったのって、うん、相撲協会から来て、あ、いろいろ相撲協会が一番なんかグダグダ最初、まああれだってさ、なのかな、あれさ、だって土俵に上がるか上がらないかみたいな、あ、で次アメフトラグビー部来て、うんうんうん、あ、
違う、ごめん、日大アメフト部来て、うん、アメフトで、で野球もなんかあったくない？野球ない、野球ない、野球でもプロ野球か、柔道みたいなのやってボクシング来て、柔道もあったっけ？あったでしょ、柔道なんだ、あ、柔道なかったっけ、じゃボクシングか、ボクシングが来たんだ、あ、ボクシングか、ボクシング来て、確かにめっちゃめっちゃ来たさ、ボロ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 してたもん、で今体操来て、体操な、もう今だけど今忘れてはいけないところがあるさバスケット、なんでバスケットだろ、お前にそういうのが ごたごたしすぎて気づいてないけど、うん、バスケットで、うん、あのオリンピックのアジア予選に行ってる時に、うん、4人ぐらいが、うん、あの売春みたいな、売春みたいなして、うんうんうん、強制期間みたいな、うんうんうん、あったさ、うんうん、で、確かにあったな、あったさ、うん、あ、ちょコメント拾うと、くんちゃんさん、どこで2人の舞台は俺ら素人なんであの国際で俺のくんちゃんさん、次ギノワン来るぞって、ぜひ見に来てほしいな、あー、ぜひぜひ、あの次、うん、この前でね、はい、見てもらえたらね、あ、売春、売春、売春、あれなった、向きなんとかになったやつ、向きって、あ、1年かな、向き1年なんだ、1年だったか、なんか所属チーム、その人たちはなんか、だけど俺、それで一応大事じゃん、予選だし、アジア予選、うんうんうん、なのに12人中8人になった、12人中4人だったら8人になったわけさ、うんうん、で追加招集しませんみたいになったわけ、うん、じゃあもう8人で戦うしかないから、うん、結局バスケットってボコボコにされて負けたんだけど、何人っけバスケ、5人、5人、5人か、でも8人って結構地獄だ12人って言って8人だから、きついな、うん、なんで追加しないかっていう、それをそうそう、プラス、まあ俺クニちゃんさんの意見も分かんないですよ、恥ずかしい、うん、あ、追加するのかってこと、違う違う違う、さバレるのって一番恥ずかしいさ、そういう大会期間中に、あ、まあ、そういうエロいことやってるって、うんうんうん、まあね、あ、そうそう、シュプリーム東南アジアに、そうそう、こういう意見が多くてなんかやっぱりそういう場所って、うんうんうん、普通さ女の人よく東南アジア行ったら女の人と遊んだよってよく聞くさ、うん、だけどさ俺さ思ったんだけど、うん、まあ、日本代表のユニフォームで行ったっていうのはめっちゃバカだなと思ったし、そうなの、そうジャージでね、ミーハー、うわ、ミーハーだっせーって思ったけど、うん、よくない？どう？俺ジャージつけてない、ジャージつけてなかったら、うん、よくないって言いたい。ジャージ着てなければいいってこと？俺はジャージ着てなければよかった、うん、別に大会期間中夜、まあ、夜絶対外出禁止とかそういった細かいのがあって、うん、それでも4人が勝手に抜け出していってクラブ行って、うん、その後そういう女の人とそういうのやって、うん、っていうのだったら問題だなと思うんだけど、それでなんていう、やっぱこういう時に一枚言われるのって、うん、品位を欠いてるとかさ、代表としてのあれがないみたいな、うんうん、で、うん、あ、そうそうそう、クリジャーさんの言う通りなんですよ、制服の重みは分かってない、はいはいはい、会社の制服着て風俗行かなっていう、うん、そう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 、うん、だから言ったらな、制服、俺らが一番馴染みある制服って言ったらやっぱり黒猫ヤマトとかの人がさ、うんうん、いきなり黒猫ヤマトの制服着て風俗とか行かないさ、うん、でそれがもして日本代表なんだけだから、うんうんうん、日本の代表って言われてるやつらが、うん、そ4人とも、まあ、確かに言わないかなと思って、そこが怒られるという、うん、俺はまあ行くかも。行かない。行かない。まあ代表になれないから大丈夫だけど。確かにね。そうそうそう。でも逆にさ、それ着てなかったらよ、こんな問題になってなかったかもしれない。だから着てなかったらそんなに怒る？あ、大会期間中に、お、まあ。でもまあ、でもやってると思うよみんな。やってるさ、うん、ただそれがバレてないだけじゃん、それかホテルに呼ぶとかが OK かとかにも問題もあるさ、まあね、まあ元職場ではわざわざ韓国のオーパルパルにエロ目的で研修旅行に行ったけど、一生言われるんですよ、そう、一生、まあ、確かにね、そうです、確かに日本一気にバカにされる、日本代表、ね、日本はね、だから日本代表だからね、うん、それはね、だからね、その責任はでもあるんじゃん、あとそれとプラス結果じゃん、このこいつらがどこで負けたとかさ、これで優勝するとかだったらもう最高、やっぱりバスケの日本代表って正直なんて言うんだろうな、今がやっとその結構なんて言うんだろう、それこそ高校からアメリカの大学に行った八村塁っていう選手がいたりとか、今の若手がどんどん強くなってきてやっと一次予選とかを勝ってるみたいな感じだから、全然世界的に見てもレベル低いんだ、全然、うん、
まだまだなぐらいで、だからね、で一応今調べてみたらあれだったね、あの4人は1年間公式試合の出場権はもうなし、はい、所属チームの中にいても無理ってことなの で、うん、でアジア大会って最近ずっとテレビでもやってるさ、うん、でサッカーが女子が優勝したりとか、女子優勝したのも優勝して優勝したで、やっぱりね日本代表だからね。でもそういうやつはさ、もう別にもう一生じゃあはいバイバイにすればよ、うん、よくね、いい。だからシュプリーナー、そうですね、バスケはそう知ってる人は絶対スポーツ知ってたら東京オリンピック絶望的だねっていう、しかも1年ってことはやっぱうまいんだろうなそいつら、うまいんだろうな1年にするってことは、あ、まあ無期限ではないからな一応、だけどこいつらいないと思ってるんだはずな、なんて怒るのかな、もうなんでだよお前らって言うんじゃん。あーなんでこの洋服でいくか考えたら分かるだろお前らみたいな感じだよ。なんで4人も集まったからそういうことになったのかが俺は聞きたい。まあまあ確かに、いやでも、でもそのままだと思う俺多分。あと、お前友達とさ集まって4人同じ洋服で飲みに行くのも嫌なのに。あ確かにね。ああ、その裏に何かあったかってこと。そうそう、なんかわざとこれ着てったの。今日かっこつけるよね。ああ、そっち？とかなんか日本のバスケってさこんなんダメじゃん。ちょっと一発やってやろうよ。みたいなのじゃなくて。ないでしょ、ないないない。ああ、クニちゃんさ。一緒に会いだからね、来年は何とかしてほしいね、御社。御社っていう言葉をね、俺もたまたまタイムリーな話だったんですけど、はい、なんだ御社って。年号とか、うん、そういったのが変わるときに、うん、なんか軽い犯罪とかを、うん、あの、まあ、犯罪、軽い犯罪って言ったら声があるけど、うん、犯罪とかそういったものを、うん、あれしてもらえるわけ。許してもらえる。免除みたいな。免除とか軽減とか許してもらえたりするっていうのが、うんうん、あるっていうのを初めてなんか新聞で都で書いてる時に見て、まあもうこの人たちは恩赦されたとしてももう一生言ってる通り一生恥だよね、一瞬。まあね、シュプリームさん、あいつら主力じゃなかったらしい、主力はアジア大会に行ってない。あ、そうそうそう、そのアジア大会、そのよりその今言ってみたいな八村とか、そういったうまいようなやつらは今回の大会にはもう行ってないんだ。行ってない。もだってもう1位になっても正直、そこで怪我されてもチームとしても困るし、やっぱり日本代表とかってあの一番あのあれだわけ、クラブチームからしたらどうでもいいことというか、国の代表って日本代表が試合出ても給料ってもらえないから、本当に国の名誉のために戦うわけじゃん。でサッカーで言ったら、最近で言ったらその有名なやつで、有名な最近の問題で言ったらその結構有名な久保優也っているさ、スイスとかにいた、そいつもオリンピック出ようとしたけどクラブがいや今出さなかったんだ、結構ダメだよみたいな、いらんみたいな、もう絶対ダメって言って、あんな言っても意味ないしみたいな、そういうのとかであるからね。ハソシプリさん、シャワー許すというもの意味で、そうですね。ああ、クニちゃんさん、高校生で審判殴ったのいたよね、いましたね、バスケットの試合中になんか殴ってたの、留学生が何のかな、思いっきり顔面殴って、でその後一応審判がめちゃめちゃ大人で、あと許したって、そいつをもういいよ大丈夫だよって、気にするなって、なのにそいつあのもう無理です、ホームシックになって帰った。オチはホームシックで帰った。ストレス溜まってたんだはずね、じゃあこいつも審判は許したね、オンシャツ。そういう意味ですよ、御社って多分。今めっちゃ分かりやすい使い方を。今じゃあ、あの、御社、お前許してもらいたいもの、なんか許してもらいたいものが、来年その、それこそ平成最後の夏って今言われてる、変わるときに、お前が御社してほしいなっていうものある、なんか、これは許してほしいみたいな、なんか、平成の間にやった、なんか、悪いこと。悪いこと悪いこと悪いことしてないからな。なんかよそれ。逆にお前ある、なんか。ああ、なんかあるかな。平成の。じゃあ、延岡学園のクロちゃん。結構有名校のね。ガーナかどっかの。俺、御社ね。ちょっとじゃあ、御社の
なんか出来事考えてる間、うん、ちょっと CM 行って、okay. あの考えていきたいと思います。今年だろ、御社あるかな、許してもらいたいやつ。平成のうちで、平成のうちずっと平成だし、うん、御社の意味が俺いまいち分かってないけど、すごいよね御社、そんなのありさっていうぐらい。ありえん、すごいの、すごい。天皇が認証することだよ、じゃあ天皇が認証するんだよ。あ、そうそうそう、じゃあ俺らはそれを探すけど、天皇に許してほしいってことだろって言ったら、ちっちゃい、ちっちゃいことでもなんでもよ。はい、戻ってきました。じゃあさ、ツイキャスにいろいろ書いたの面白いしてほしい、うん、ツイキャスに、だけどまあいろいろコメントね、うん、もらってるし。ないなぁ、なんかめっちゃ大きなミスってそんなな、うん、あーだけどまあ CTU だら俺ゴールド免許だったんだけど、うん、一時停止虫で、うん、結構前に捕まって、うん、結構お前ゴールドだったんだ。ゴールドだった、ゴールドだった。マジ？だから大体東京にいる人ってゴールドだよ。あー乗ってないからさ、あんまり乗らなくて気づいて4年ぐらい経ってるしみたいな。あー、いいな。いいなったね。小さい声で言うねお前。本当のいいならやれんなよ。確かに。それを御社してもう一回ゴールド免許にしてもらいたい。したい、はい、あ、まあ俺も最近言ったら先月か、先月2回中勤切られたから、もうあと1回何かやったらあのもう講習なわけ。あ、はい、だけど天皇にまでは許してほしいからですね。今調べたらあの内閣に行って天皇が認めるというから。見て見て、藤田さん、道路交通法の違反は可能性ありますって。だから御社される可能性はあるんだよ。俺も一応、俺らでもできるの。あ、全然。御社、御社みたいな感じ。じゃあお前、そんな挙手制じゃないから。お前、そんなことじゃないから。あ、まあそうだろうけど、気づいたらそうなる。どういう通知が来る。どう、いや御社ね、お茶じゃなくて今、お茶の花大使シャドウさんが、お茶ね、シュプリームさん、障害で一度もゴールドはないな。ゴールド俺もないな。なかなかゴールド難しいんだよな。そうそう、それでだから、うん、あれがなんかやっぱり調べたわけ。やっぱりこの何、裏の力的なやつ。違うだろ、大表だよ。あ、大表。天皇って言ってんだからもう大表だよ。表中の表で、大表っていう言葉があるか分からんけど。ああね、そう、うん、なんかね、御社してほしいこと、御社、まあそんな、それぐらいかな。そんなないな、それはないかな。っていうことはやっぱり俺らまだ何もやってないな。ちょっとやべえわ、御社ちょっとでかいことやってくんねえか。お前最後に御社にかけて何かやればいいさ、御社されるために、御社されるために。いやもう俺は御社されるんだと思って、なんかもうめちゃめちゃやればいいさ。あ、何かな、走ろうかな全裸で、とりあえず。とりあえずはまず全裸で、まあ、国際通り、とりあえずさーっと走ろうかな、とりあえずまずって言ってる時点で、うん、まず2個目もあるってこと。1個目がでかすぎるな、それだったら。ラジオ待ってました、ありがとうございます。くんちゃんさん、ポイントが不足してます、大盤振る舞いしすぎたかな、御社しすぎたな。あ、まああっちのシステムどうなってるか分かんないからな、うん、そうだから、だけどなんかやっぱり調べたら、うん、やっぱそれを聞くとさ、うん、やば、本当にやばい事件を起こしたやつも御社でどうにかみたいなって思ってて、俺もそれ心配になって一番最初に調べたんだけど、やっぱり基本的に被害者というものがいたりするようなものはもう絶対ダメって。例えば俺がお前を殴って、ああ、御社してほしいな、お前、しょうがない、御社、御社、ああよかった、御社されたってのはできないって。お前が傷ついてる以上、はい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 、お前が、じゃあもう自分自身で何かなってるやつ、それこそ道路交通法違反とか。あ、はい、誰にも見つけないじゃん、ね、事故、うんうんうん、事故ったりとかもそうだけど、これってなんか全体的になるのかな、だからどういう通知が来るのかとか、うん、そういうのは分からないんだけど、基本的に例えば初めて知った、それちゃんとやってる、それ10年ぐらい本当は入る予定だったけど、うん、
ちゃんともうやってるよみたいな人とかは、ただそれこそ景気がちょっと軽くなったりとかとかはあるかもしれないみたいな感じじゃん。ただそれも内容によるよ、もちろん。でもそれはもう今がチャンスなんだ、そいつらは。もういや、まあ、あるかないかは分からないけど、ない時もあるって一応、うんうん、だけどその基本的に年号が変わる時に基本的に起きる出来事というか。へえ、それはなんか決まりなのかな、御社っていうルールがあるってこと。そうそうそう、すごいな。それいつできたのかな、それすごいよな。何そのルール、俺もこういう制度ってすごいなって思った。誰が考えたのかな、本当に神様の遊びみたいなもん御社作ろうよみたいな感じ。あ、それか、うん、あの天皇のめっちゃ友達がやばい全員に使いまーすみたいなお前だけじゃダメだから全員に使いまーすみたいな。最強だな、マジそれ。みたいな黒歴史は変えられません。そうですね、だけど確かにね、確かにこれがなくなったからといって、うん、あいつらが風俗行ったらもう変わらないし、うんうん、まあそうだね。そう、最近のだからそのおい、え、へえ、無期懲役が出所できたりだから、そういう景気の何に一かにもよるんだじゃん、軽減とかがあったら可能性があるという。まあ人間誰でも失敗するから、とりあえずチャンスあるよってこと、年変わる時ぐらいワンチャンいっかみたいな大盤振る舞い、本物の天皇の確かに。へえ、そうですね、なんかそういうのがあるらしくて。勉強になるねこれ、はい、いいね。そうなんだ。それでじゃあここに戻ってきて、はい、そのバスケからここに来たんだけど、うん、そう、最近のやつで一番タイムリーなのってあれじゃん、体操。うん、体操ね、うん、あったな。体操に関しては、うん、女の子が18歳の女の子が会見してたじゃん、選手が、うんうん、でコーチはもうクビにするみたいな、うん、あいつはパワハラやってるからクビにするみたいになってるわけじゃん、うん、だけど本人はいや、もうこれは信頼関係のもと、うん、叩かれてるし殴られてるから、うん、親も知ってるから、うん何が何が、クリちゃんさ、こういうのはコメントでね、こういうのは人の容姿をいじったり、クセロだな、クリちゃんさ、そうそう、大丈夫、それで大丈夫っていう言ってると、その女の子がでしょ、信頼関係もあるし、その中でやってるし、まあ一応なんか馬乗りになって髪の毛引きずられた子ともあるって教会は言ってたけど、本当はないみたいな、うん、で実際レスリングのそういう時、あの時も、うん、伊調馨選手みたいな人と、うん、あのハゲのやついるさ、酒井コーチみたいな、うん、あいつが揉めてるんじゃなくて、うん、そのコーチのことを嫌いで結局コーチに意地悪するからこの練習できなくなるさ、うん、教える人がいないと、うんうん、そうそう心は綺麗かもじゃないですよね心綺麗ですよ18歳なんだ、当たり前まあ確かに。だからどうなんだろうね、周りが見てさ、俺らがサッカーで試合中とかもさ、うん、相手の監督めっちゃ怖い、めっちゃビンタとかされてるさって思ってるチームとかあったさ、うん、うん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 、ラグビーとか特にやっぱまあね、全然あるよね、あるでしょ、うん、バチンと殴られたりとか、うん、叩かれたりとか、本当に好きかよな、その人のこと。そう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 、殴られたりして本当にそれだけぐらいの、その人だったら多分なんだよな、まあ、本人が本当に言ってるんだったら、まあ俺別にいいと思うんだけどな、あれ俺もいいと思う、いちいちゃんな人が、ま、周りがとやかく言うことではないよな。でも最高はずな、テレビとかからしたら、きた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 、今日引っ張れ引っ張れみたいな感じだぞな、この話。今日いい味が、いい、うん、いい、このガムいつまで持つかな一応面白いしな、見てる方は。ああいうのだってもう日大アメフト部の問題ってあのバイキングつけたらずっとやっても面白くない、もう一回ちょっとまた終わっただろ、ケンさん、いい迷惑だよね副会長。確かに副会長もね、ああいう時ってなんで副会長なんだろうな。確かに会長って何やってんだろうな。会長はさ、なんかめっちゃおじいみたいにするじゃなかった。ああ、だから超なんかもう、もういるだけの、そう、多分長老、もう仏じゃん、多分あれは頭に輪っかついてないでしょ、ついて生きてるわちょっと浮いてるとかないし、お前のおばあじゃないんだから、俺のおばあ一流だよ最近四十九日終わったから、もう本当に仏になったんだからうん、確かにいろいろあるような。そう、だから俺も関係性があれば、うん、あの別に何でもいいと思うわけ。確かに俺がいきなり行った、お前
だからマボマボいきなり叩いたりしても関係性があるせいもお互い御社御社許しもらった俺御社でいいよ今年の流行語大賞1位だら御社今からツイッターで来るんじゃん俺御社受けたら御社な来るはずなでもマジでへえ御社ねコーチを当てがってやれば会議当てがうってやめてください言い方18歳の子供ですよでもずっと一緒になってただろそのそうそうそれで世界大会も4位8位ぐらいになってやっとオリンピックが 見れるっていうところまで来たのにやっぱなんか嫌なんだろうなじゃあだから俺の考えっていい多分、うん、坂井コーチの件もそうだけど、うん、自分がひいきしてるコーチに教えさせれば、うん、実績がそいつにもつくさうん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 だから、うん、言ったらお前がオリンピックで世界一狙えるってなった時に、うん、俺が協会の人で、うん、別のコーチがいて正規さんがコーチだとして、うん、いやあいつがコーチやって世界一になってあいつってコーチって評価されるんだよな協会的にあいつよりこいつの方が美味しいなよし的なやつで今こういう風になってるっていう俺は思うわけまあそうだろうねそうそうだから、うん、結局これってもう選手ファーストではないさうんうんうん一番国ちゃんさんがね、うん、さっきからスポーツ選手の性欲舐めたらいかんとかそういうもう全然これああでもね確かにね舐めたらいかないかもしれないけど18歳の子供って言ってるのに俺らの問題俺はちゃんと言ってちゃんと言ってるよ、うん、怒ってる俺はスポーツ選手ねまあ成功舐めたらいかんな名言みたい川柳みたいになってるけどこれはダメですこういうのはね面白い面白いってお前が言うからどんどん調子乗って結論はい結論です結論じゃねえ全然結論じゃないですね誰の悩みも解決できてない面白いそうそうまあ確かにね、うん、でももう終わるだろうなあのコーチ俺いなくなると思うあーもうそのまま多分もうそれどころじゃないだろうなあのかわいそうだなこの18歳の子いやほんだって世界大会も今からやろうしてるのにしてるから下から逆に全くだからやっぱこういう俺らじゃ分からないところだなちょっと黒いものが動いてる見えないところね確かにまあそんないくらでもあるだろうねだってやっぱりネットとかさ、うん、SNS とかが、うん、が発達してきてさ、うん、誰でもこう言えるようになったじゃん、うんうんうん、なそのあの思ってることだったりとか、ね、そうあの人こんなあそこで飲んでるよとか店員が対応悪かったら、うん、あいつ最悪だったよとか言って、うんうんうん、週刊誌にすぐ言うみたいな、うん、だからやっぱりうん、あんまりやっぱりちゃんと、まあ、別に俺ら芸能人も何でもないけどやっぱり誰がどこで見てるか分からないからね確かにねあんまり調子乗りすぎず、うん、ちゃんとやらないといけないなっていう触れていけないところにヤケボックに火をつけたんだ確かにね触れていけないところだねうんやっぱだって俺とかもやっぱ T シャツとかさ自分使っ作ってるじゃ ん、うん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 、で今日宮古空港でこう子供と一緒にバーって待ってたわけよ、うん、そしたらやっぱつけてくれてる人はいはいはい、が何人かパパって通ったり宮古島内を酒飲んでたりするとコンビニとかで最近マジ多いなそうそうすれ違ってありがたいことにねすれ違ってりするんだけどやっぱりその時ふって気があのふしって何も背筋がピンと伸びるというかあくんちゃんさんツイキャスオンシャしてくださいまた来週はですみなさんありがとうございますいや待ってくださいまだもうちょっとあとはあと2分ぐらいだから3分なんでまだ待ってください早いです早いです寝ないでください、はい、これ閲覧6人から1人減ったらくんちゃんさんが減ったんで勝ってることなんでこれは寝かせない、うん、そうそうだからやっぱりピッとなるもん、うんうん、それは確かにそれだなそうそうなんかでもそれっていい意味でもこっちに刺激になるようなあそうそうだから調子に乗れないしピッてやらないとみたいなそうそうなんか、まあ、居酒屋さんとかのさ、うん、店員さんとかがバイト着みたいなのでつけてくれてたりとかもあるわけよ、うん、したらやっぱりあちょっと唐揚げにしようと思ったけど、うん、ちょっと高い串盛りでいいよとか変わらんだろそれはちょっとお前だけどな伝わるか分からんけどあの原価率低くて値段いいやつもいいじゃあ串盛りでみたいな一人で一回酔っ払ってあ、今7人酔っ払ってその時は本当に酔っ払ってたからうん、コンビニで見えて、うん、目の前のまあ明らか高校生みたいな子が、うんうんうん、なんか晩飯みたいな顔してたから、うん、ああいうおごるよっつって、うん、ええー、みたいになってたけど、うん、ありがとうございますこれあの自分作ってるんですよみたいな、うん、
そしたらめっちゃ高い声で、ありがとうございますとか言うんですコンビニで高校生って可愛いなと思いながら、やっぱりね、こうやっぱり誰に見られてるか分からないから俺らもね、まあね、まあ、特にやっぱお前もさ、そうなんだけど、うんうん、お前と国際通り歩いてたらさ、うん、やっぱり結構声かけられるさ、もう、うん、何もできないんじゃないもん。そうだから変なことはな、下で、まあ、いろんなお店との付き合いもあるだろうし、うん、だからなんかいい意味でこう人に知られてるっていうのは自分をこう律する意味でもね、まあいい意味でも、いい意味でもちょっと、あ、これくんちゃんさんが一人減ってるネタあるさ、閲覧7から6になったネタある。そうですね、まあ久しぶりに1時間喋ってみましたけど、はい、うん、やっぱ物足りないね。足りないね。まあまああとギリギリだよ。あ、くんちゃんさんまだ起きてますね。さすが。ありがとうございます。まあすいません、なんか、はい、先月、うん、急に休んだりして、まあなかなか飛び飛びになるとやっぱり、うん、まあ、閲覧数が上がる上がらないはどうでもいいんですけど、どうでもよくはないんですけど、うん、ちゃんと見てくれる人もいるとは思うので、ちょっと長く頑張って時間見つけながらでも続けていけるように。延長、延長来たから、延長しましょう。延長無理ですね。30分ね。次の番組の人がちょっと待ってもらえますか。ダメですね。ありますので、まあいつもフリートークが多くなるんですけど、はい、だらだら毎週月曜日やっていきますので、まね、まあ、仕事始めの方もいますし、うん、確かに今日休みの方も、9月始まったばっかだしね。9月始まったばっかなんで、はい、おくんちゃんありがとうございます。休むときはありがとうございます、はい、なので、まあ、みんなだらだらしながらこの時間は楽しんでいけるようにやっていければいいかなと思いますね。来週もまたよろしくお願いします、はい、じゃあ初めて君と喋ったのショート、ちょっとエッチなマーバでした。ありがとうございます。ぜひありがとうございます。はい、オッケー、お疲れさん、リハビリを兼ねて、まあゆるくやってくれ。今日は今夜は感覚を取り戻すいい感じの短期運転。そうですね、その通りですね。ありがとうございます。ありがとうございました。クリシャさん、ありがとうございます。配信者のお茶もありがとうございます。